それではですね、豊勝選手どうぞ。技かけ人で、それではですね、ご紹介いたします。プロフェッショナルシュート総合格闘技ですね、から、本日出していただいております。まずは富田勝也選手、非常に寝技の強い選手です。そしてですね、プロフェッショナルシュートを代表する、カリスマと言われております佐藤ルミナでございます。今日はまずはじゃあちょっと少しどういう技かけましょうか。締め技かけますか。いやちゃんと最初ちょっと、まあ、分かりやすいアキレス腱型で。おーいいね。じゃあちょっと、痛み強い人、痛み強い人。じゃあ寝て、まあいいです、とりあえず寝てください。痛かったらどうする。あとを、まあちょっとリアクションよくこう叩いていただければ。まず説明しながら皆さんに寝ます。アキレス腱というのは、まあ、ここの足のかかとの一番細い部分、この部分に対して、まあ、この硬い部分ですね、硬い部分をまずこう当てます。当てます。もう痛い。こう当てた状態で、まあ、相手が逃げないようにももを足で挟みます。で、ここからもう一球後ろに向かって引いてる。待って。早いです。もう一回やります。この状態で引いてやると、おー微妙なリアクションで、もうちょっと痛い。リク、じゃあちょっと何本ずついきますか。何本切りましょうか。来てやらせてもらえよ、リク。じゃあ実際痛いかどうか。大丈夫、大丈夫。来た時痛いって言えばやめますか。痛い、そうですね。またもう一個。今のはちょっとあまりリアクション良くなかったんで、アキレス腱の反対のバージョンがありまして、今度今こっちの手で取ったんですけど、こっち側の手で取るアキレス腱が、筋肉つぶしのアキレス腱がありますね。痛かったら痛い。ナイスリアクション。ちょっと待ってください。本当に今痛くないんですよ。本当に痛かったらどうか分かんないな。反対出して、反対出して、反対出して。今のね、おかしいもんじゃ、どうも言わないやん。リアクションいいな。反対出して、ここのアキレス腱の反対して手を当てて、実際こうやってて、おお早いですよ。早くないですか。先やら先やら。割と先やら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 。お兄ちゃんが今からね、腕痛い痛いやるよ。飛んで痛い痛いやるよ。余計難しい顔しましたよ、なんか。受け手の紹介を。受け手がね、佐藤ルミアの受け手、平野、岩手の、この人も家流されたりとか。はい。やりますよ。体動かねえ。大丈夫大丈夫大丈夫。さあ行きましょう。ルミナ、平野3月試合決まったから。マジで痛めないでね。ガムで。あー、ピクシー。あ、知った。おーい。珍しいチキン V1 アームロック、はい、
で、ブギってなった時にまだ骨折してるそれは多分使われなりにくい痛い痛い痛い声も出ない痛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 い落ちる瞬間を見て、あの最後はあの首を絞める技をちょっと見せていただきます。正座してください。スリーパーホールドって、ね、首を絞める技をちょっとこのまま真似しちゃダメだ、危ないから。でちょっとスリーパーホールドです、ね、あの親御さんたち目隠しといていいですか。ここの頸動脈を、ね、の流れを止めて、脳に酸素いかなくして落とすわけ、はい、落とすわけですよ。普通に進む。落とすわけ。こっち力こぶ方でこっち側。カメラの人こっち側、全員こっち側から撮ってたよ。反対側。正面から、カメラの正面から。人が落ちる瞬間を狙ってる。あの真相だったら、真相だったら、真相だったら、真相だったら。でこのクレットしたらこの三角形をちっちゃくして、そうするとこの頸動脈が締まってって気持ちよくなる。痛くない。やば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 い。そんな感じで、そんな感じでいきますね。じゃあもう一度。本番。ねえ、やっぱとにかくこれ飛ばさないでくださいって。ちょっとリアクションがいるんだけど、三角締めが、三角締めって下からの、あの腕を足で締める技があります。こういう絶対入って、こっから腕を下げて、足で首を。さっきの状態は足で入れた。トイカス入ってた。トイカス入った方がいい写真になる。どうでした、ルミナ、ルミナ選手でした。